はい、キウイ池でございます。はい、買ってもらったんでね、行ってみましょう。朝から一番でね、二乗段で行ってたんですね。これなら歩きますよ。こんな広かったのね、借りましたけど、すぐ借りましたぐらいだけどね、なかなかこれなんでね。これか、なかなか読めんな。万葉の鍵やからな、万葉集やな、これなやね。これ、キビ池です、これ。この前、反対から回ったんやけど、ずっとね、今日はこっちから回ってみよう。その前回、あの後ちょっとしたように聞きました言われたんだけどね、ちょっとこうなかなか来ないんだったね。いや、これでもちょっと気分悪いね、これ。これ、虫通るわ。二条山の頂上から全く見えないんでしたね。大津御山の墓から。これがそうやな。山。これだよ、二条山。お、我が身もね、これね。なこの辺から見てあったんや、二条山を。二条山を。さっき運び上がったね、頂上まで。見えるかね、これ。見えてんの？わかんな。ぼんやりやね。頂上から見えなんで、で下降りてね、でまた目だけまだ上がって。ああ、見たい。これならまあ何とか回れますね。この前のひどかったね。あれ回れんね。ああ、おろおろおろ、ほら。恐竜があるんですよ、恐竜が。トカゲでした。ここにほんまに大寺あったんやろか。100メーターかのからのね、池になってんねんけど。この池の中にね、その跡があるって言うてあるもんだけどね。ただしね、おそらくこの奥の方がね、どうやらね、2000年前だと湖だったのよな。奈良盆地はね、水の中やったんですよ。可能性あるね。だからこの辺もどうやらね、この辺は大丈夫か。大丈夫やな。こら、こんなとこあるの、これ。もう、これは大変やわ。なんやこれ、ちゃうか。見てくださいよ、これ。この池に鳥が入ってる、水鳥が来るみたいやな、これ。おうおう、あれが。ヒガンバだ。ヒガンバなんか入ってますよ。ヒガンバな。そうやな、二十段地やから、ね、ヒガンはね。お彼岸前ですわ。葉っぱも何もないやからね。あれどういうことやろね。おお、ここもあるかな、これ。ここにも。ああ、カエルがビョンビョン飛んでますわ。おお。シラサギやね。この前、ここまで来たんやでな、この辺までな。ここまで入ったんや。もう入れなかったんやで。ああ。いつやったんや。先月やな。これやったら入れますわね。蜂がすごかったね、あの辺な。これ甘柿かね。甘柿やね。甘柿でございます。この看板を探して、前回はね、1回目は来れなかったよな。2回目は電話がかかってきて、もう助走、草刈りしてますって言うて、来たんですよ、これ。これでわかるかな。ああ、これでわかんねえや。ね、ここでね、一番下のこれ、これでわかんねえ、これでな。池のところで、ね、池の真ん中ら辺までこうあったよね。で、こう、あの辺に、池の、あの辺が遠跡あったってこと？そういうことやな、あそこ遠跡やね、あそこね。この塔が100メートルぐらいあったっていう話だけど、ほんまやろかね。くだら大寺、はい。名前がくだらになってるからね。
ここもここどういうこっちゃ、これ全然ね、田んぼじゃないぞ、これこれも、くざら大ずら跡で整備されるのかね。ここは、桜井市なんでな、この前よりも綺麗に買ってもろてるぜ。もうね、今からはね、そんなに伸びてこないからね。この辺もいっぱいあったけど、全然あらへんがね。この辺すごかったんやね、この辺、この辺。もう、カエルと、恐竜が。これ、通れまんがな、ここ。これ通れますわ、はい。この前、ここ通った時ね、上からツタが下がってたからね、この蜂がブンブン飛んでたな。歩いて、立って歩いていけるや。この前立って歩けんかったよ、この辺な。真っ暗でさ。お、ヒガマナがまた、咲いてますね。もともとはね、ヒガマナというのは、なんで植えられたかというとね、田んぼのあぜ道に植えたんですよ。モグラが、あの、中、穴掘らないようにいうことでね。そういうことみんなしないやろな。田舎に行くと、あぜ道ね、みんなあれ植えたりしたわ。まあ、近頃ね、田舎の田んぼはみんなコンクリやからな。お、ここ広いぞ、ここ。いや、あの、冗談の、あの、小竹から眺めたけど、全然見えないのね。午前中はちょうどね、こちらの方がガサかかってたんでね。あの、うねみ輪が見えたぐらいよ。あとはね、耳なしさんも確認できないんだな。確認できなかったかわからなかったか知らんけど。今、綺麗に見えますよ、ここね。あの、屋根の上にね、二畳半が。見えるか。見えるけどね。これなんだ、これは。これは、だからやられてますね、これ。あの、水鳥やられてます。水鳥か、シラサイか。なんだろうな、これ。これね、タヌキもキツネも、イノシシも、いろんなものですね。それから、イタチか、イタチも多いんだよな。やられてましたね。いや、あの石碑を見れてよかったね。